ららら。どうも、料理のりさん料理です。今回ですね、僕も結構酔っ払ってきたんで締めに行きたいなと。リュウジの中締めレシピです。カレーでございます。白菜を使ったカレー、皆さん白菜のカレーって食べたことありますか？これカレーにするとマジうまい。今回ですね、旨味を凝縮させたですね、水を使わないカレー、無水白菜カレー。これね、普通のカレーよりうまいかもしれない。なのでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介。まあ肉はね、豚バラ、こま肉とかでもいいんですよ。こま肉とかでもいい。今回豚バラがあったんで豚バラ使うんですけども、カレーなんでこま肉でもちょっと硬くなるけどね、こま肉とかでもいいです。はい。で、白菜が250g で、あとニンニク1かけ、バター 10g、 あとジャワカレーねが2かけ使います。はい。以上の食材でやっていきたいと思います。最近言われるんですよ、もうね、泥酔動画がついたんで、リュウジュお前ちゃんとしろってすごい言われるので、僕もすごい反省してるんですよ。なのでこの反省を僕は体で表したいと思います。アルチューマシン英語。この失態をやはり反省するためには飲んで反省するしかないと思います。では男リュウジ、落とし前つけさせていただきます。はい、ということでやっていきたいと思います。まず、白菜ですが、これ切り方あります。2つに分けて、まず僕のやり方ね、白菜包丁の腹で叩いて真っ平らにします。腹平らです。腹平らさんに2000点。はい、じゃあこれをこうやっていきたいと思います。これね、これそぎ切りにするんですね。そぎ切りにすると白菜ってね、結構ね、水が出やすくなるんですね。で、旨味もカレーに染み出しますんで、ちょっとね、そいでください。こうやって葉の部分はね、結構ざっくりでいいですよ。はい。で、これね、これ小さいフライパンでいいので、白菜も入れちゃってください。これ下の方にはね、茎を入れた方がいいです。上の方が葉だといいですね。ちっちゃめじゃないと今回水入れないんで、大きい鍋だとすぐ蒸発しちゃうんですよ。なんでちっちゃめのでお願いします。次の白菜もパンパン叩いて、はい、じゃあ豚ちぎりゃいいか。豚ちぎります。こま肉とかでもちぎっちゃって大丈夫だよね。はい。豚バラのがね、でも肉は柔らかくなるから、で油も出るんで、うまさはやっぱ豚バラの方がいいかもしれないんですけども、まあまあそこら辺はもう臨機応変にね、お好みでやってってください。これね、カレーなんですけどね、最初にね、全部ね入れちゃうんですよ。具材を炒めたりしないの。炒めないからうまいんですよ、これ。豚 180g ね。で、ここバターね、バター 10g ポテンと置きます。はい。で、あとお酒、無水とは言いつつもね、水分は入れるんですよ。日本酒2、3、4、大さじ5杯入れてください。で、ここにおろしにんにくも入れていきます。はい、これも重要でございます。これを1かけ分全部ここにすっていけば最高ですね。はい、そうしましたら、ウスターソース、これ小さじ1杯。これはね、ウスターソースって結構たくさんね、スパイスが使われてるんで、カレーに深みを持たせます。そして砂糖ですね、砂糖ね、小さじ1ないぐらい、小さじ弱入れます。これで甘みつけます。市販のルーってちょっと甘みがね、僕的に足りないので、ちょっと甘み加えます。これがね、これがいいんです。はい。そしてこれで蓋をして20分加熱する。はい、そうしましたらこれね、蓋閉めてください。ギューッと詰め込んで、で、これで弱火で大体ね蓋して20分じっくり蒸すことによって、白菜をトロトロにして水分を出していきますんで、蓋をギュッとしたまま20分煮込んでください。はい、ということでですね、20分経ちました。ちょっと大丈夫です。あららら、これまたどうして、これ最高に美味しそうじゃありませんか。で、水がね、やっぱ白菜からギュッと出てます。で、ここです。ここでジャワのカリー2かけ、ね、今回ね、たっぷり2人前なんで
たかけ、ね、入れます。これね、あの本当弱火でやりながら溶かしていく。こうやってこの少ないスープに溶かしていく。これがね、たまらん。前からみんなやってもらう、たまらんち会長で。ここで、まあ、無水白菜カレーって言ってるんですけども、ここでね、あまりにも水分がね足んなかったら足してください。この煮汁っていうのは酒のうまみと豚のうまみと白菜のうまみが十分溶け込んでますから。これがね、もうね、飴色玉ねぎっていらなかったんじゃねえかなぐらい錯覚するぐらいうまいっす。じゃあご飯をもり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 していきます。じゃあですね、あのお皿にゴツゴツのアハンを入れました。熱々のご飯ね。白菜のカレーって皆さん美味しさ知らないでしょ。絶品ですから、これ本当に。でね、ちょっと撮影してなかったんですけど、ちょっとだけ大さじ1杯ぐらいのスープ入れました。これは臨機応変にやってください。ちょっととろみがね、作りますんでね。おー、うまそうだね。これ絶対美味しいよ、絶対美味しいよ、絶対。まあ、なくてもいいんですが、あのこれね、ご飯側にパセリをかけるとちょっとね、あのオシャンティーのおキャンピーになるんで、はい、やっぱこれかけていただくと。できました。こちらが無水白菜カレーでございます。それではできました、食べていただきます。うわぁ、うまっ。うまみ半端ないっすねこれね。めっちゃうまい。もうね、味がギュッてこのカレーに染み込んでます。そしてね、やっぱ白菜ね、とろとろ、すごいうまい。これちょっと待って、味変してタバスコですよ。これちょっと垂らすと合うと思うんですよね。あ、やばいやばいやばい。もうちょっと酸味が来て辛味が追ってくるのがめちゃくちゃ美味しい。たまらん。ということでダブチャンス、チャレンジ、いただきます。うん、カレーに白菜合うんですね。白菜のカレーめっちゃうまいでしょ、うん、お酒の旨味というか深みが全部来てない、このカレーの中に。優しいですね。いや、うまいなこれ。最高でしょ。何がいいと思う、手間が全然、白菜切ったぐらいじゃないですか。うん、あの鍋にぶち込んで煮るだけなんで。いや、めっちゃ簡単ですね。そう、簡単なの。和の感じもあるから七味じゃねえかなと。カレーに七味ですか。カレーに七味じゃないかなと。この味変は絶対に自信があります。うん、うん、あー全然変わった。いや、うまいな、うん、正直カレーにタバスコとかどうなのと思ったんですけど、うまいですね。あ、これはあの俺の実家がやってる。そうなんですね。実家に教えてもらったの。ああ、合いますね。ベースが優しいから、うん、何入れてもいいように変わってきますね。そうなんですよ。ウェイウェイス。ということで、今回の無水白菜からいかがでしょう。カレーの概念変えます。それぐらい美味しい。なので、ぜひこの無水白菜から作ってみてください。